を使う。すぐさま丸岡がプレッシャーをかけた。下がって受けた高瀬、そして鈴木、裏を狙う動き、競っていって佐野、体を入れる、前を向く、ここ倒れますがホイッスルありません。パスを入れた、速いパスから前を向く、中に入ってきて最後はシュート。追加点セレッソ大阪 U23、 決めたのは安藤です。安藤2試合ぶりのゴール、冷静にゴール決めて、これで0対2。今のシーンです。鋭い縦パスから安藤を受けて前にドリブル、囲まれながらでしたが最後は振り切ってゴールを決めました。上村も後ろからプレスかけていきましたが、最後は冷静にボールを流し込んで、これで0対2です。前節は前半で3失点だったセレッソ大阪有利。